テラシ寺院は、愛知県甘郡蟹江町にある新言州地山派の寺院。本尊は十一面観音菩薩。例祭として、砂利祭りを行う富吉竹早神社、八軒舎に隣接している。JR 関西本線蟹江駅から徒歩約15分。尾張市によると、天平五年に行期が創建したという。その後鎌倉時代の樹江元年。 基礎吉中が七道河乱と十八坊を混流し、その中央に蟹江山上落寺を置いたとされ、上落寺には本尊として十一面観音菩薩を安置し、と賀能の明恵商人を中高解散としたという。ただし、以上の創建、再建、中高解散に係る記述の審議については諸説ある。当時の上落寺境内は十四丁部、寺寮は十六丁部もあったが、 天正十二年に、橋場軍と、織田、徳川軍が戦った、蟹江町合戦の際には、竜寺市委員と陳寺を残し、陛下のために改陣に返した。隣接する富吉竹早神社、八県社の境内漢文十二年完成の、漢文村村を描きや法歴二年完成の、長州府市には、竜寺市委員が掲載されており、当時は、 新言州名古屋大須法商院の一派に属していた。天明3年には、龍寺市院に寺小屋が開かれ、多くの子女が通ったという。明治初期には、神仏分離令や事業上地令などにより、境内や事業は大幅に縮小され、境内は、常明かりを備えるのみとなった。1891年の農美地震では、本堂、客殿、栗などがすべて倒壊した。 第68世の正確お尚、第69世の正隆お尚の時に、本堂、客殿、栗、共堂、主郎、第日堂、地蔵堂などが建てられて復興した。1931年12月には、本尊の十一面観音菩薩が旧国法に指定された。 第70世の聖文和尚の時代の1972年には文化庁の要望を受けて収蔵庫が完成し、現在の本尊は収蔵庫に安置されている。1993年11月に名古屋市博物館で開催された東海百観音名宝展のポスターや記念誌の表紙にはリューテラシーンの十一面観音菩薩の写真が使用された。 第71世の政権和尚の時代の1993年11月には、客殿、集会室、栗が新築された。ありがとうございます。